はい、えー、8月31日夜の10時、えー、ちょっとくお話ししてみたいと思います。あのー、ですね、まあ、いよいよ、えー、明日から9月ですけれどもあのーまあ、コロナ禍ではあるんですけれども私もこう仕事は最小限にねあのしてああのー、まあ、や,やはりこう 注意ししてて活動してるんですけれども9月に入るとこう割とえまあ忙しくねなるんですけどでもまあその内容としましてはえまああの船橋市の芸術専門委員っていうのをねこうしているんですけれどもまあそれの,あの小学校へね 行くのが一つとあと埼玉県の芸術団体ふれあい事業っていうののねこともあのやっておりましてでそれも9月10月で、えー、3つほど、えー、あるんですね福祉施設とか小学校とか。まあ、あのマイムと マイムまああの芸術鑑賞とあとワークショップっていうねあのセットなんですけど、まあ、そういったものもあったりレギュラーでの、えーまあ、リアン文教というね福祉施設あるんですけど先週の土曜日もね久しぶりに行ってきて、えー、みんなでこうダンスをね踊るわけですけれども、えー、んみんなこう嬉しそうにねこう えー、待ってましたと言わんばかりにこう、えーね、音楽に合わせて、えー、自由な表現を、ねえー、楽しんでこうくれている姿を見ると本当にもう僕も嬉しくなりますね。あまあそういったあの、ね、福祉の活動も、ね、ございまして。 まああの、なかなかこう、充実させてね、いただいてます。で、9月はですね、あとはこう、まあ私、あの9月12日、十二が誕生日でございまして、あのー、まあ、オンラインでライブをね、30分のライブをやろうと思ってね、絶賛準備中でございますから、まあそちらの方こう、あのー、ね、そちらの方も、 楽しみにしていただいて、9月の12、えー、土曜日の夜の9時から、えー、配信しようと思ってます。まだあのインスタにするか YouTube にするかとか、ちょっとまだそこはね、あの決めてないので、まあ、無料配信なんでね、皆さんぜひね、こうお得ですから、まあ、なぜこう、感謝を込めて、えーね広あの、ステージというかねあの、ライブしますので、ぜひぜひということなんですけど。 10月はですね、あの、くつの木祭りもありまして。あと、あの、ルマ文化創造ネットワークさんのところもね、それは埼玉芸術の絡みで、そちらにも行きますけど。あと、私の、あの、所属する事務所、ティンクルライブにもね、10月3日、私、あの、こう、ご挨拶、う、ん としてね、こう出る予定で、えー、おりますので、えー、ぜひぜひあのー、まあ、こちら改めてあのー、告知しますので、えー、見ていただけたら嬉しいな、まあね、あのまあ舞台劇場公演なので、そう無理はねなさらずに、もしあの見に来てくれるって方がいたら本当にぜひあの,あの大変嬉しいので、えー、応援よろしくお願いします。 えーっとですね、えー、この YouTube ですか、えー、まあちょっと奥はね、こんな感じで、あの、僕は、まあ、夜の大体、10時とか、11時、もしくはね、朝の6時とかにね、こう、あの、何てんあの、開催、開催じゃないか、吹き込んでるんですけど、えぇ、ー、もう一つ、あの、レガーロさんでね、 開催している、えー、レガーロでサルー,テサルーテって乾杯って意味なんですけどね、まあ、そちらの方も、まあ、今1本アップしてで多分水曜日の夜か木曜日の夜に、えー、2本目をアップできますなのですがこの,あの1本目と2本目はまだその1回目の収録日のでございまして あのー、まあ、ほら、あのー、マイクとかつけてないんで、あのー、セリフの、セリフじゃないか、あのー、ボリュームとかね、あのー、声のボリュームとか小さかったりとか、あとは、角度、角度というか方向ですか。方向の方も、ちょっとあのー、こう、カメラの方向がね、あのー、なんか、まあ、イマイチというかね、ちょっと少し暗くなってしまって、えー もうちょっとな感じだったんですけどまあ昨日じゃないやえー、いつかな2回目の2日目の日のお撮影、えー、2本撮ったんですけれども、まあ、それはあの日部の先生、えー、一夜先生とあとはサーカスプロデューサーの、えー、安田君のあ会議でございましてまあ,あ1回目にねあの反省点いろいろあったので。 まああの2回目はねまた格段とこう良くなったかなというふうにはね思うんですけれどもまああの映像としてもそうなんですけどまあ内容はね非常にこう脳の,のがこうプロフェッショナルなのでまああのね非常にこう楽しいえ楽しくもこうね少しはなるほどなと教養にもなるであろうえお話がね ございますすこうご期待で,ですね、えーまあ、レガールでサルーテの方は、えー、このあと、えー、今度はね9月の、えー、いつなのかな9月の13に取るんだな9月の13と、えー、9月の26に取る でございますが、お、えー、あとゲスト、あ、10月の方もね、一応こう、えぇ、ー、10月10日と10月17日にこう、収録予定でましてね。あの、ゲストの方はね、この後来るのは、えー、まあエコールド東京をもう一回ね、えー、ちょっと集まって、えー、撮ろうかなっていうのと、あと、 えー、舞踏家のね空と晴れ女さん、えー、バルーンのねキャサリンさん、えー、もう古い本当にねもうダンス界のストリートダンス界のねもうパイオニアレジェンド堀江春樹さん、えー、野球のね一郎のお兄さん、えー、鈴木和康さんもうあのスーウェアとかね今のコブラクションっていうねテープをね すごく評判のサポーターみたいなねやったあの人気商品があったりとかねまああとはですね、えー、まだこれちょっとあの確定してないのでまだ2人の名前はねちょっとこれからにしますけれども、まあ、そういったね、あのー、ゲストさんがね、えー、収録をね待っておりますので。 まあお楽しみにねしてほしいなと思っておりますいやねなんかまあ朝夕はこう少しね涼しくなってきましたけどね本当にねこうねなんか寝やすくなるかなあ,あそうだあとあのー、まあ我々のこう作品をあのー、ね映像化することになりまして。 それはあのー、リーブさんがこう資料を作って、えーまあ、プロデューサーとして、ねえーまあ、企画しましてで文化庁からもいろいろ OK というか、まああのーね、認められましてで、えーまあ、プロデューサーをリーブさんがして、まあ、演出はもちろん私がもろもろ担当しでコールド東京のメンバーがこう。 その作品に、ね、こう出演するとまあそういったねあとまあ佐野メンバーが結構またあの制作で入ってくれてますからね、まあ、そういったのもあってね今ちょっとこうバタバタねしておりますけれども、まあ、9月からのね活動に向けて一生懸命やっていきたいなあというふうに思っております、えーまあ、そんなわけでちょっと多くどうもありがとうございました チャンネル登録、えー、よろしくお願いします。またね。